てつい格闘技 TV 天水始まりました。ブッチャです。タイガーです。皆さんご機嫌うるわしゅうくまくんです。はい、というわけでよろしくお願いします。はい、もう今ちょうど見終わったところですが、はい、今回のテーマお願いします。はい、クレベル小池に勝てる日本人は誰だー。いやー、ウルカ選手負けちゃいましたね。いや、負けましたね。いや、なんかいけそうな雰囲気もあったけど ね、うん、1ラウンド目はいけるって絶対思ったんだけど、期待が見えただけにね。じゃあ誰がクレベル選手勝てるのかっていうことですね。それを考えていきたいと思います。なるほど。はい。まあ、それを考えるためのヒントになるのは、やっぱりこのウルカクレベル戦だと思うんです、いや、これめちゃめちゃヒントありますよ。まあ、だから今回この試合を見て、天水森川的にどう分析したのか、なぜウルカ選手が負けてしまったのかっていうところからですね、まず教えていただいて、それを踏まえて、じゃあ誰なら勝てるのかっていう話をしていきたいなと思います。はい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 、でまず、1ラウンドですね、ウルカ選手とクレベル選手1ラウンド。はい。見ていくんですが、完全に打撃の面でおいてもレスリングにおいてもウルカ選手は上回ってたかなと思います。そうだよね。うん、で特に何が良かったかっていうと距離ですね。まあ、ウルカ選手リーチ長いんで、で打撃もウルカ選手の上手いっていうのはまあ戦前から言ってましたが、本当そのままで完全に距離も取れてて、打撃に関してもいなせたり、合わせられたりしていたかなって思います。いい距離を作れた要因は何なんですか？まあ普通に打撃、まあリーチがあるっていうのと、まあそういう、こう長い距離の打撃も多いので、まあそういう意味でもしかできてたかなと。なるほど。まあ単純に打撃スキルとリーチで上回っていたっていう。そうですね。はい。で、プラスして、まあよく見えてたかなっていうのは思って、右当てて、一回 K を取りましたよね。ダウン取りましたよね。で、そのダウン取ったのも、クレベル選手がハイキックを蹴ってたところに、しっかりガードして合わせに行ったんですけど、まああれができるっていうのはもう冷静にしっかり相手の技見えてるし、まあ、クレベル選手のスピードとか、そういうものにもしか対応できてるって証拠かなと。あれ焦っちゃうと、こう、変にこうガードになったりとか、変な引き方しちゃって、そのまま詰められたりとかってことがあるんですけど、あそこしっかりガードして見ながら打ててたんで、まあ、打撃の面だったら全く問題ないかなっていうふうに、1ラウンド思いました。なんか1ラウンドのウルカ選手ってゾーンに入ってるみたいな、なんか今までのウルカ選手より、パワーアップしてる状態な感じしません？いや、海王拳みたいな状態だったからって。確かに。集中力高かったね。ね、すごく。無我の境地みたいな。そうそうそう。とんでもない状態ですね。はい。で、まあ、組まれる展開も1ラウンドあったんですが、そこでもね、全然腰の強さ、レスリング、バックモーンってところもありますので、全然対応できてたかなと、ジャンプに関しては思います。で、2ラウンド入りますが、はい、もう2ラウンドに関して言うと、もうその始まった時から、天水からするとちょっと、あれっていう。まあ1ラウンドの最初の動き見てもらうとわかるんですけど、ステップをかなり踏んでるんですよ。で、そのステップ踏んでるからこそ、クレベル選手が突っ込んできた時に、さっといなすことができる。やっぱステップ踏んでるとその対応が早くなるんですよ。で、2ラウンド目の、スタートの時から、まあステップは踏んではいるんですけど、ちょっと、動きが良くない。そうだよね。いきなり組みつかれてずっと組みの展開だってね、2ラウンド、ね、そうなんですよ。だから、クレベル選手としても、多分、こうスタートした時に、あ、いけるなっていう雰囲気があって、もういきなりガッていって、もう組みつけちゃったみたいな。なるほどね。まあ、そこでもう、ほぼ試合決まっちゃったかなっていう感じ。みんな最初のそこでちょっとその、ステップがうまくできなかったとかっていうのの要因は何なんですかね。まあ一番はスタミナなのかなっていう思いますね。なんかこう鼻血出たんで鼻折れてるのかなと思ったんですけど、まあこれ呼吸のところがね、そうだね、井上直樹選手もそれでちょっと苦しかったっていうのがあったんで、そうなのかなと思ったんですけど、まあ鼻血の量的にもそうじゃなかったし、まあウルカ選手のインタビュー聞いても、まあそこ、まあ折れてるみたいなこと言ってなかったし、周囲平田さんマネージャーの方もまあそこ怪我はなかったみたいな、そうですね、話だったので、って考えると、その鼻折れたから鼻呼吸できなくてスタミナ切れみたいなことはなかったかなっていう、じゃあなると、もう完全スタミナかなっていう感じですね。で、まあ組みつかれて、まあ、結構そういう胴タックルされて振り回されて倒されるとか、まあそういうちょっと展開も増えてきちゃったんですが、引き込み、特にクレベル選手、今回引き込みが怖いっていうところだったんですが、まあケージかなりウルカ選手 UFC でやってたこともあって、まあ、そういう対応もしかできてはいた。そうだね。ですが、なんかそういうね、ちょっとこう組んだ時のスタミナロスみたいなところかなり見えて、で、もう柔術グラップリングの展開になっちゃったら、いきなり、バック取られちゃって、まあ1回はすり抜けたんですが、2回目に関して言うと、なんかもう簡単にすって組み取られちゃった。完全になんか力、なんかこう蛇に草ギューッと締め付けられて力がなくなっていく、こう小動物かのようにさ、スーってね。そうそうそう、急にね、別になんかどっか決められたわけじゃないのに、なんか力抜けたように首取られちゃって決められちゃったみたいな。表情もなんかちょっとこう疲れてる感じというか、そうだね、ちょっと精神的にもなんかこう闘志が1ラウンドの顔とはちょっと変わってきちゃってるのかな。そう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 、やっぱさ1ラウンド目が海洋圏だったんだよ。それでそれが解けたからさ、バテるもんね。バテるもんね。感動が来ちゃうからね。1ラウンド目
りすぎちゃってたかもしれない、うん、かもしれない。まあね、そんだけ集中力やっぱり高くやってるっていうね、うん、そういうとこあるかなっていう感じがしますかね、うん、でまあそういうレスリング的な展開もやっぱりスタミナ的にもかなりきつくなっちゃって、うん、まあ結構振り回されたりとか、うん、そういう場面が多くなっちゃってやられちゃったかなっていう、うん、なるほど、なるほど、まあスタミナとあとまあフィジカル的な、まあ、そうですね、体の強さ、うん、そういうところがちょっと足りなくて、うんうん、そうですね、打撃においても、うん、まあステップを踏めなくなっちゃった、うん、ところですかね。なるほど。やっぱそれって階級上げたからっていうところが一番大きいところになってくるのかな。まあでもね、まあ、バンタムの時もまあそうだね、スタミナが抜けてるっていう感じの選手は特になかったんで、うん、まあそうだね、ウルカ選手の、うん、まあこれは分かんないけどね。まあね、なんかいろいろ病気とかもあるみたいだからね、うん、ウルカ選手。ちょっとそういうところでスタミナが低いと。まあ、点数チャートでも2でしたからね、スタミナは。ね、まあ、そのあたりしっかり、点数森川は、ま、見抜いてたと。当たっちゃったね。当たっちゃったから当たってしまったと。当たりって欲しくはなかったけどね。そうだね。はい。はい。はい、じゃあ、この点数森川のね、分析結果を踏まえて、うん、じゃあ、ま、日本人ファイター、ライジンに参戦してる日本人ファイターの、ま、誰なら、クレベルに勝てるのかっていうところが、今一番気になるところじゃないかなと思うんですよ。思うんですよ、視聴者の皆さんもね。うん。まあなんかちょっとそれをね、みんなで考えていきたい。そうですね、うんうん。まあでも順当に考えたら、うん、まあ今のね、やっぱフェザー級のチャンピオンで牛久選手ですから、はい、はい。はい。でもクレベル選手も今回の試合勝って、まあ挑戦権をね、まあ手に入れたとも取れると思うんで、うんうんうん、こうなってくるとやっぱりもう最後チャンピオン勝つしかないんじゃないかなって、牛久選手かなって思うんですけど。まあチャンピオンだからっていうね。うん、まあどう点数もらえたという。牛久選手違いますね。違う。まあ、ね、打撃はしっかりできるんですけど、うん、まあ、結構レスリングで上になる展開だと強いんですけど、うん、まあ、テイクダウンディフェンスが強いっていうタイプの選手じゃないんで、あ、そうか、そうか、まあ、スタミナもあるんですけど、まあ、そこだね、腰がそんな強くないね、うん、なるほど、まあ、結構早めに倒されて、はいはい、まあ、充実で負けちゃうかな、まあ、倒されちゃう展開はあるかなっていう感じですね、うん、なるほど、倒されたら終わりだもんね、うん、はい、あれ、あれは、あの、斉藤選手と戦った、うんうん、たことあるマフマフだっけ、なんだっけ、ちょっとユーチューバーかなんか、あれマフマフみたいな感じの選手、あれですよね、怪我を、そう全然違う、ごめんなさい、歌い手さんだわこのマフマフは、まあ、怪我もそもそもあの外人、あ、そう、日本人だよね、今回のテーマは日本人、あ、日本人、失礼しました、まあ怪我選手だったらどうだ、ワンチャンあり得るっちゃあり得る、確かに、まあそうだね、打撃強いし、レスリングしっかりできるしね、まあまあスタミナもあるし、まあでもなんかなんつうんだろうな、作戦遂行能力っていう意味でいくと、うん、まあなんか結構ガッていっちゃうタイプだから。確かに、なんか反則やたら多いしね。うん。ガムト選手となんかこうあんまり似ないかなっていう感じですかね。なるほど、ね、うん。まあ多分これ正解だと思うんだけど、うん、絶対ぶっちゃ的にはね、金原選手だと思う。おぉ。だって前々から金原選手とクレベルやったらどうって声もさ、うん、ファンの中ですごいあるし、うんうん、はい、あ、あるんだ。まあ打撃から何からオールラウンダーでできる。うんっていうのは、やっぱ金原選手が、うんうんうん。柔術の展開になっても、金原選手だったら、まあ、逃げられるんじゃないかっていう期待もありますし、ね、うん、結構生放送中の、あの、コメントでもね、そうそうそう、あの、結構いただいてましたからね。うんうん、これでしょ。いや、甘いっすね。マジか。甘いっすね。金原選手のどこがダメなの？金原選手、打撃できるし、柔術もできるし、うん、っていう感じなんですけど、うん、まあ、唯一、まあ、なとしてあげるんであれば、レスリングなってくるかなっていう感じがしていて、で、まあ、打撃で、もう倒せるし、手術もいけるんだけど、レスリングでそこまでこうテイクダウンディフェンスしたりとか、自分がタックル行ったりとかっていう展開を作るタイプの選手ではないので、まあいわゆる南米スタイルっぽい感じなんだよね、金原ですって、確かに。そう。打撃でやるし、まあ倒されてもいいよみたいな。うん、なるほど。まあそこも付き合います。そう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 。そうなんだよね。そう考えちゃうと、まあ、倒されたら、やっぱクレベルに、その充実のところでは上回られちゃう。だって、ウルカ選手ですら、あんだけ、あ、そうだ、ね、ウルカ選手似たタイプだから、まあ似たような形になるかもしれない。そうなんですよ。なるほど、ね。急にちょっと見えちゃうかな。今回の試合通しより思ったかな。じゃあもう、なんすか、いないってことじゃん。いや、本当だよ、ね、うん。じゃあ誰ならいけるんだよ。います一人だけいます。このフェザー級戦線で一人だけ日本人ファイターでクレベル選手に勝てる選手。いる？いる？いますよ、一人だけ。あ、ミクル？まあえー、大事なスキル、うんうん、レーダーチャート5個出してるじゃないですか、うんうん、その中でも大事な3つがあって、うん打撃、うん、打撃ね、うん、まず打撃ですね、うん、今回ウルカ選手1ラウンドで、うんうん、まあ、ダウン取ったりとかして、うんうん、あの展開が例えばできれば もちろんやられなければ勝ちじゃないですか、こういった、まあ、そうだね、見えてるよね、それはね、うん、
で、打撃っていうところですね。うん、もちろん、その、組み使えないための距離の取り方とかもありますし、次がレスリングですね。で、レスリングは、要はもう、まあ、自分が行くというよりは、倒されない。倒された。テイクダウンディフェンス能力っていうところになります。で、最後の3つ目が、スタミナ。それを3ラウンド続けられるスタミナ。なるほどね。って考えると、それを全て兼ね備えて持ってる選手っていうのは、堀井選手しか今のところ、フェザー級で見当たらない。なるほど。じゃあ、もう、倒されないってことですね。なるほど、ね。柔術はゼロでもいいと。極端に言えばね。うん。なるほどね。確かに。で、とにかくもう触られちゃいけないんですよ。うん、って考えたときに、打撃においても、ただ、こう、うまいとか強いだけじゃなくて、うん、距離を取った戦い方をできるっていうのは、堀井選手。うん、確かに。伝統派空手出身で。斎藤チャンプもできますよ。あ、斎藤選手も、ね。斎藤元チャンプ、ね。はい。斎藤選手もできるかもしれないけど、うん、なんか堀井選手の方がより、あの伝統派空手に近いスタンスと、うんうんうん、あの、踏み込み方なんですよね。まあ、確かにそうだね。そうだし、斎、うん、藤豊選手は、の腰の面で、やっぱり堀井選手には劣るよね。その腰の強さの面。そうだね。だから、まあ無理だ、ね、うんうん。そう、結構そう、自分から行くのは強いけど、うん、そのテイクアンディフェンスの力は斎藤選手は結構ね、弱い部分があるんで、そう考えると、残る選手って行くと、堀井選手になる。なるほど。はい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 、はい。はい。一番伏線だと思うのが、うん、ライジンコンフェンション。それで、クレベル選手が勝手にフェザー級ランキング出してたんですか。クレベルランキングですね。はい。で、そこで上げてたのが、うん、まあ1位が十分、うん。2位が朝倉未来、うん。3位が斉藤豊。はい。4位に堀江選手を上げてるんですよ。うん、ああ、出てたね。そういえば。で、これなんでかっていうと、まあ堀江選手もちろん強いのもあるんですけど、うん、4位かって言われると、まあそこってさ、いろんな選手いるよね。そう。うん、なんでかっていうと、苦手だからだと思うんですよ。なるほど、なるほど。一番自分にとって苦手だったり、うん、まあこう、天敵となる相手っていう意味で、4位に堀江選手を上げてるのかなって。なるほど。ずっとランキングが上がったりってことですね。そういうランキングが。そう。なるほど。考えると、これはもう堀江選手しか今のところフェザー級の中ではいないのかなっていう。なるほど。まあ、浅倉未来選手も斉藤豊選手ももちろん強いんですけど、うん、いける可能性もあるんですけど、まあそれはね、あの実績とかそういう意味で、うん、まあ2位、3位って感じで来てて、うん、苦手で行くとダントツで堀江選手かなっていう。なるほど、ね。なるほど。いや、ストーリーとしてはさ、じゃあ次クレベルと、まあ、牛久チャンプがやります、うんうんうん。で、その勝った方とやるのを決めるために、うん、堀江選手と未来がやる。っていうのはどう？あー、なるほど、なるほど、なるほど。堀江選手と、なんか、天水の見方だと、堀井選手と斉藤隆選手とか、その辺面白いかなと思ってて、確かにね。そこやってくれると、うん、まあ次、クレベ選手とか朝倉未来選手とか見えてくるのかな。確かに。うんはいはい、でも朝倉未来選手とは、まあやらないじゃないですか。まああんまりやりたくないって言ってるから。まあ、まあ、ほぼ同盟みたいな感じなんで、うん。でもだから見たいんだよね、なるほどね。なるほどね。いや、ワンチャン勝っちゃう可能性もあるもんね。そう。まあだからそういう流れとか、そうですね、その辺があれば、うん、全然クレベ選手やる可能性もあるし。なるほど。じゃあ堀井選手、あと1回勝てばクレベ選手に行けるかもしれない。そうだね。なるほど。いや、これ面白いですよ。面白いですね。うん。はい、というわけで、誰が日本人でクレベ小池選手に勝てるのか、うん、というところで言ったら、堀江選手ということで、うん、はい、格闘技 TV 天水としては結論付けたいと思いますので。堀江門で行きましょう。はい。はい、また違う。はい、というわけで、ちょっと待って。はい。なんか謝罪うんぬんみたいな話は。謝罪ああ。何の謝罪クレベル、佐々木ウルカが、選手が、クレベルに負けたらなんか謝罪するしないみたいな話はありませんか。いやでも、あの、ライジントリガーの、うん、あの4試合、勝敗予想、うん、全部当ててますから。あ、そうですか、はい、ああ、勝敗予想動画で出した予想は全部当てます。全部当ててますから。確かに、うん、はい。トリガーと相性いいよね。前もトリガー全部当てなかった。確かに。そうかもしれない。そう。まあ当ててますから、うん、何も謝罪することはない。失礼いたしました。謝罪しなくていいんですよ。何のことを言ってる本当に謝罪しなくていいんですよ。まさかにミクル選手が負けた時だけ。そうだね。その時は反響がすごいからね。もうそう。謝罪程度では、その程度では、その程度の叩き方では謝罪しないぞと。そういうことです。当たってますし。あんまりね、あの、謝りすぎちゃうと聞かなくなってきますね。これぐらいはもう押し切ろうという。はい。そういうことです。はい。じゃあ押し切っていきます、はい。はい。お願いします。押し切りますので。はい。押し切ります。はい。というわけで、ここまでご覧いただきありがとうございました。また次の動画も見てください。バイデン！この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。格闘技 TV 天水メンバーシップスタートしてます。90円から始められる3つのコースがあり、それぞれに豪華な特典をご用意しております。メンバー限定の SNS で我々と交流できたり、メンバー限定の動画をご用意しております。詳しくは概要欄のリンクからチェックしてみてください。それでは格闘技界とチャンネルを一緒に盛り上げていきましょう。よろしくお願いします。お願いします。